鈴木先生は、まあ、申し上げるまでもなく、計算言語や言語処理の分野において、まあ、顕著な記録を得ています。国際学会の賞を務められたり、まあ、いろんな賞を受賞する、まあ、日本を代表する研究者でいらっしゃいます。今年5月には支持報奨も受賞されました。現在は、まあ、東京大学とマンチェスター大学の教授を教育されて、日英で研究の場を行っていらっしゃいます。今そのお仕事の一つに生命科学文献のテキストマイニングというプロジェクトのジーナというプロジェクトがありますので、まあ、本日はこれを踏まえて生命科学のための情報統合とテキストマイニングという形でご紹介します。よろしくお願いします。どうもお紹介ありがとうございました。それでも少し話をしたいと思うんですが、まずの背景の話を少しさせてもらいまして、現在我々のやっている研究の話を少しして今後の課題ということで話を進めていきたいと思います。まあ、背景ですけど、これは、まあ、いつもよくお見せする図なんですけど、メドラインという生命科学関係の文献のデータベースがあるんですけど、それがどんなふうに増えているかというのを示しています。まあ、1年間に大体、550万件あたり増えている、まあ、1日あたりにすると、1000件以上の論文が1日あたり付け加わっていってるっていう話です。で、この G プロテイン、カップルドレセプターという、特定のプロテインだけに限りますと、1988年以前には、9件しか論文がなかったんですけど、92年になると256件で、2005年になると、1万4000件という、まあ、膨大なペーパーがある特定のプロテインに関して出てるっていうことになります。で、こういう話になると、まあ、研究者の研究のやり方もどんどん変わってまして、この9年間1997年から2006年の間に、全体として500倍の、アクセス件数の増え方をしている。まあ、だからメドラインのデータベースを引く頻度が、年ごとにこう倍々で増えてるっていう形になってます。まあ、そういう意味では、研究者の研究のやり方そのものがかなり大きく変わってきてるっていうことだと思うんですけど、その e サイエンスの側で大きなデータを処理するっていう話は一方であるんですけど、こういう非常にたくさんの知識の集積で、それが、膨大に増えてるっていうことに対する、まあ、対処の仕方っていうのが、まあ、大きな問題になってきてるっていうことになります。で、それでそこに所属に書いてありますように、私マンチェスター大学の方にも席を持ってるんですけど、イギリスの方で、e サイエンスの一環として、テキストマイニングセンターっていうのをマンチェスターに作りましょうっていうので、そこの、まあ、一応最初は、ディレクターで、今は、リサーチディレクターっていうのになってるんですけど、この5年間、生命科学におけるテキストマイニングのサービスだとか研究開発っていうのをやってきました。それからもう一つの動きは、ちょっとこれ生命科学とは関係ないんですけど、言葉をお聞きになったことがあるかと思うんですけど、セマンティックウェブっていう話があります。で、これはティム・バーナーズ・リーっていう、まあ、現在のウェブのアイデアを最初に出した人、URL っていう、まあ、物理的なアドレスを、世界中のネットワークに割り振ってあげて、情報をそれをもとにして引いてくるっていうことを言い出したわけですけど、彼がそういうアドレスというなんか外付けの、所在情報ではなくて、情報の意味に従って情報をアクセスできるようにしましょうということをまあ言ってるわけですね。で、それはどういう考え方かというと、まあ、結局計算機が、ユーザーを助けてあげようと思うと、計算機の方も、情報の内容に関してある程度分かってないとサービスのしようがないっていうんですか、高度なサービスになればなるほど、情報の内容に関する、処理をしていく必要があると。で、ウェブっていうのもそういう意味では意味を中心にして、もう一度、再構築したいということを言っています。で、まあ、そういうふうに言うと大げさなんですけど、彼が出している例っていうのは非常に分かりやすい例で、言葉で、まあ、論文っていうのはみんな言葉で書かれてるわけですし、我々の知識っていうのはかなり多くの部分が言葉で書かれるわけですけど、言葉っていうのは、まあ、意味を表現するには割合不完全な、
媒体であることは確かなわけですね。だ彼の挙げた例はアドレスという例ですけど、アドレスというのが、電子メールのアドレスという意味で使われる場合もありますし、実際の所在情報というんですか、住所という名前、住所という意味で使われることもありますし、ある場合には公園というなんかこういうアドレスをしているという公園という言葉で使われることもあるわけですよね。だからまあ Google なんかで情報検索をしているとある単語を入れたときに全然関係のない情報が出てきたりすると思うんですけど、結局アドレスには3つ意味があって、それをきちんと分けてあげないとダメですよっていうふうに言います。でそのために先ほど言った URL っていうなんか番地の代わりにユニバーサルリソースアイデンティファイアっていうなんかその意味の単位一つ一つに1位に識別できるような ID を与えてありました。まあ、だから情報がこう何かにこうついていくわけですけど、情報のつく元、だから一人一人の個人であるとか組織であるとか論文であるとか、あるいはプロテインだとか人だとか個々のものに対して一つ一つ ID を与えてあげて、それに特定の情報を集積していきましょうということを言ってます。でそういう ID を与えただけだとまたそれは単なる ID ですから、それの背後の意味っていうのはその ID を支えている分類の体系だとか、これは例えばプロテインですよとか、これは人ですよっていう、そういう意味の裏付けを与える部分が必要なわけですけど、それをオントロジーと呼んで、そのオントロジーと ID の2枚立てでもって情報を意味的に構造化してあげて、それで検索できるようにしてやりましょう。でそれを必ずしも言うとウェブでやる必要はなくて、情報検索一般に言えることだと思うんですけど、情報科学での情報統合、生命科学での情報統合っていうのはまあすでにかなりの部分やってるわけですよね。だから生命科学の人たちというのは、オミクスというのはかなり言われますけど、それは基本的になんかある単位があって、それに関してこう1位の名前を与えてあげて、それに関して情報を集積してあげる、でそれの相互関係をもう少しうまく捉えてあげて、それを元にして情報を検索していく、まあそういうタイプの話になるわけですね。だそういうこう一個一個のプロテインであるとか人であるとか、まあ、病気もそういう意味では一つの単位で、それに関していろんな治療法だとか薬だとか症状だとかっていう情報がそれに対して集積しますから、そういうものを一つの単位として捉えましょうということになります。でこれは今我々のところがサービスしている非常にまあ簡単なシステムなんですけど、ある特定のプロテインを取ってくると、そのプロテインがどういうものと関係したかっていうのを、メドラインのテキスト中から、取ってくるっていうようなシステムを作ってます。でそれはいろんな出し方ができるわけですけど、特に大事なのは、こういう今赤でこう表示されてるこういう P の53だとか KI の67だとか、あるいはこういう、ちょっと薄い緑色で書かれてる病気の名前だとかっていうのに対して一つ一つ ID が割り振られてるんですね。だからこれはもう特定のプロテインですよとか人ですよっていうのが分かっていて、でそれがあるために、外部の、データベースとくっついてまして、テキスト中の一部をクリックするだけで、その、例えばこの KI67 っていうことに関してどういうことが言われてるかっていうのを、これアントロジーのレコードですけど、そこに飛んでいくことができる。でこういうのを、使われた人っていうのは、そういう経験をされてると思うんですけど、このアントロジーのデータベースの中にはいろんな ID が実は入ってます。でこれが、どういう、他の、人とインタラクトするかっていうのも、これクリックするとその人のところに飛んでいけるっていうのは、そこがまた ID になってるからなわけですよね。それからパウメドの方も、パウメドっていうのは先ほど言った論文のデータベースですけど、その一つ一つの論文に ID が与えられていて、その ID で直接論文のところに飛んでいって論文が読めるっていう、まあそういうシステムができてるわけですけど、でさらにオントロジーも割り振られていて、この特定の、ジーンが、どういうバイオロジカルなファンクションを持ったかとか、プロセスと関係したかとか、
どういうセルロケーションにあったかっていうのもまた ID で整理されてるわけですよね。でこれも、GO の、サイトにリンクされていて、クリックするだけでその特定のバイオロジカルのプロセスだとか、ファンクションというやつの情報を引き抜いてくることができる、読むことができるというわけですね。でこれも、午前中の話にもたくさんありましたけど、どうしてこういう、このプロテインに対してこのバイオロジカルなファンクションが与えられたかっていうのは、オリジナルなペーパーがあって、それはパブメド ID に振られてますので、直接論文に飛んでいって読むことができるということになります。だから、まあ、生命科学の方もそういうの気にせずに使っておられるんだと思いますけど、情報の集積点として一つ一つに ID を与えて やって、それで、データベースの中のいろんな情報を網目のようにつないであげることで、必要な情報をうまくナビゲートしていくっていうことが、できてるっていうことになります。で我々のシステムは、まあ、こういう、それ以外にも、こういう全体をこうアブストラクト全体を見るということもできまして、でこれもいろんなところに赤いマークがついてますけど、それはクリックするとその情報は先ほど言ったように取ってこれるとか、あるいはテキスト中のものを、こういうテーブル形式に出して、これは例えば P53 っていうのが何かをアクティベートしてるっていうような出来事が書いてあるような、テキストをみんな出してくださいっていう、でそれを表形式で出した状態なんですけど、これもやっぱり例えばここにそういう検索要求が出てるんですが、よく見るとこれ P の53ではなくて P の53が何かにコントリビュートしてるっていう、これ P の53のつもりでシステムは出してるんですけど、これはベータ3っていうふうに書いてあるわけですよね。で一見違うように見えますけど、ここをクリックしてみると、実はこのベータ3っていうのは、この、特定のレコードの、別の名前として登録されていて、その同じところに P53 もやはり登録されている。だからテキスト中で表面上違った名前で呼ばれていても、それが、ユニークな ID に置き換えられていると、表面上の違いを無視して関係あるデータがどんどん取ってこれる、まあ、それが、一種のテキスト処理になるわけですよね。辞書を持ってきて表面上違うんだけど、同じ ID に置き換えたらいいとか、もっと難しいのは表面上同じ単語を使ってるんだけど実は違うやつを表してますよっていうのも周辺の環境を見て、ID に落としてやるっていう処理をしてあげることで、意味的なリンクがつながれるっていう、まあ、そういう感じの、処理を、まあ、これはかなり使われてると思うんですけど、そういうことをやっていこうと思うと、テキスト処理っていうのはかなりこう基盤の技術としてやはりきっちり作っておかないとダメだっていう話になります。でどうしてかっていうと、まあ、午前中の話にありましたけど、今まで小6だけだったんですけど、実際にはもうフルのペーパーですね、オープンアクセスの電子ジャーナルっていうのはそこら中に出だしてますから、テキスト量っていうのはもっとこれから急速に増えていくとか、それだけではなくて機関のアーカイブだとか電子カルテだとか、そういう今までは、あまり検索の対象にならなかったようなものまで、実際のデータベースに入ってくる、あるいは論文のサプリメントのデータがいっぱいあるわけですけど、サプリメントのデータをうまく検索してこようと思うと、論文からのリンクがうまく論文を検索してくるっていうことが必要になってくるっていう話になります。でそれが今はアントロジーのデータベースを見たら非常に多くの文献情報が付けられてるんですけど、それは実は人手でやってるわけですね。でかなり膨大な、キュレーターの集合っていうのがいて、10人なり20人なりの人を抱えて論文を読みながら、それをつけていってるということになるわけですけど、そこをどこまで軽減して、これから膨大に増えてくるテキストに対処するかっていうのは、これからも課題になるだろうと思ってます。それから、キュレーターが論文を読んでリンクをつけてるんですけど、せっかく読んだ情報がものすごく落ちてるんですね。どこかを見て判断したはずなんですけど、それは落ちてしまっていて、その論文に飛んでいけるだけっていうことになってるわけですけど、その流動をもっと細かくしてあげて、論文を読む、支援っていうのを、
積極的にやっていく必要があるだろうというふうに考えています。でそれで我々が今言っているのは、今までの文献検索というのはまあ論文を単位にしているとかアブストラクトを単位にしているんですけど、それだけでは多分ダメだろう、もっと、流動 の、 あの細かい、例えばパラグラフでこの単位が、あなた の、 あの考えていることと関係してますよとか、このセンテンスが、重要ですよとかっていうのを言ってくれないと困るでしょう。でそのためには、単語でインデックスしてるだけではダメで、先ほど言ったような意味に基づくインデックスっていうのをもっとやっていく必要があるだろうと思います。でこれも簡単な例ですけど、パウメノの検索ですけど、これは明らかに流度が非常に荒いわけですよね。だから、論文が出てきてクリックするとアブストラクトに飛んでいって、まあ、アブストラクト読んでまた本論文に行って本論文をみんな読まないとダメっていう形になってるんですけど、パウメノの方のサービスで最近こういうの、気がつかれた方いると思うんですけど、フルペーパーが、ちゃんと電子的に入っていて、でこの辺りを見るときは、この辺の論文も関係してますよっていうのを出してくるわけですけど、そういう意味ではファイングレインドで、論文同士の関係がついてるわけですよね。でそれはまあ非常に単純なことをやってまして、ここのところに引用文献があるんで、その引用文献をみんなここに出してるだけなんですけど、それを全て出すわけにはいかないので、例えば、これサイエンスのペーパーだとかネイチャーのペーパーっていうのは重要でしょうっていうので、見せるとか、あるいは非常に、レビューペーパーっていうのは大事だろうからレビューペーパーも横に見せるっていうことをやるわけですね。だから重要度だとか発表してる、著者の信頼度だとかそういう感じのことをうまく使ってあげると、ここにこれここに引用文献いっぱいあるんですけど、その中の重要そうなやつだけを、上げてきてそれで見るっていうことは多分できる。で実際にそれをやってるわけですよね。でただこれもそれほどファイングレンドにはまだなってなくて、実際の論文は全体をまた読まないとダメですから、これクリックすると、全体の論文が出てくるっていう、そういう状態になってます。でそこからもう一歩ちょっと進めたいっていうので、今やってるのは、まあ、生命科学の方がいろいろ作られているパスウェイのデータというのはあると思うんですけど、パスウェイと論文をもっと、緊密にファイングレインドで、つないでいってあげましょうという研究を始めています。でこういうパスウェイのデータというのはいろんなところで作られているんですけど、この論文、こういうパスウェイを作るのに大体この作った人の話を聞くと600ぐらい論文を読んでるっていうんですね。だからかなり論文を読み込んでこういうパスウェイを作ってこれを書いてるわけですけど、その読んだっていう情報がみんな落ちてるんです。だからパスウェイとテキストっていうのはもう完全にこう切り離されていて、せいぜいこの論文が関係してますよっていう程度にしかついてないっていうことが起こってます。そういう意味ではこういうパスウェイを作っていくっていうのをうまく助けてあげるっていうことも大事ですし、一回できたパスウェイっていうのを、直していかないと、まあ、ある意味で死んじゃうわけですよね。だから新しい論文が出てきてこの辺りに関係する論文が出てますよっていうのを、自動的にやっぱり見つけてあげて、そのパスを直していくようなことをやってないと、せっかく作ったパスというのはもう完全に潰れてしまうという話になります。そういう意味で現在やってるのは、一方の方でかなり構造化されたパスウェイという ある種生命事象をインタープリとして、生命科学者が構造化したデータベースが一方の方にあって、でその元になったテキストというのがあるわけですから、それをもっと緊密につないでいってあげましょう、まあ、そういう研究をしています。まあ、だから理想的には、ここで論文を読んでるわけですけど、それが、かなり散らばった論文のいろんな事実をパスウェイという形で構造化されて、でさらにこの構造化された一部分を、定量的な、シミュレーションに興味を持っているグループは、また別のネットワークで、それをシミュレーションするということが起こってるんだと思いますけど、その間に、情報のある種のインタープリテーションだとかアブストラクションが起こってるわけですよね。でただ、科学者とか生命科学者ってのは、まあ、ある意味で他人のやったことってのはあまり信用しないわけですよね。だからこういうところでパスウェイができていても、それが本当に正しいのか、正しくインタープリテーションされてるのかっていうのを見ようと思うとオリジナルなペーパーに戻らないとダメなわけですよね。だからここの部分を、もっと、緊密につないであげて、
構造化された解釈されたデータからオリジナルなペーパーだとか、もっと周辺環境を読み込むためには、元のペーパーを見るっていう、ここの、相互関係を、きっちり取ってあげましょうというのが、我々のプロジェクトです。でこれはその一例なんですけど、これ画面ですけど、ここにパスウェイが出てきていて、で例えば、ここをクリックすると、実際に、このパスウェイのこの部分に関係するような、論文のリストが出てきて、でこの論文のリストをクリックすると、オリジナルなペーパー、例えばこのペーパーのここの部分に今の、このパスウェイのこの部分に関することが書かれてますよっていうのが、出てくるようになっています。で例えばここをクリックするとまたこれが出る。でこれは著作権の関係で、今読めないようにわざとこう小さな画面で出してるんですけど、実際に著作権がクリアできたらもうここで直接論文が読める。でしかもこの部分が関係してるって言ってるわけですから、そこを直接読むことができるっていう、そういう感じの、システムになるっていうわけですね。そういう意味ではファイングレインドな、情報の統合っていうのは、なんかこう文献全体がこれに関係してますよっていう、キュレーターはそういうのをつけてるわけですけど、それをもう少し細かく、この論文のここの部分を読んでこれ関係してるというふうに判断しました。でそういうのがこううまく集まってくると、そこをかなり機械学習で自動化してあげて、新しいペーパーが出てきた時にこのパラグラフは、この部分に関係してるんじゃないですかっていうのをこう出してくることができる、システムの側が自動的に、発表された論文から出してくることができるんじゃないかというふうに考えています。で、研究、そのための研究を今やってるということなんですが、システムを作りながらそういう研究をやってるんですけど、実際にやってるっていうのは、バイオロジーの方で重要であろうと思われるような出来事っていうのがあるわけですけど、先ほどのジーンだとかプロテインだとかっていうのはエンティティなわけですね。一つのものなわけですね。ところがバイオロジカルのファンクションだとか、バイオロジカルのプロセスだとか、でそういう話になると、例えば、ジェノタイプとフェノタイプみたいな話になると、一つので、出来事だとかアソシエーションというのが大事になるので、それをこうテキスト中から、見つけてくるっていう話を、やろうとしています。でこれはジーンオントロジーの中の30ぐらいの、中間の層を取ってきて、こういう出来事を、実際に、テキスト中から自動的に見つけられるかっていう、そういう研究をしているわけですけど、そんなに精度は高くないんですが、大体 50-60% の精度でいろんなイベントが取ってくれる、だから完全に全自動じゃないですから、キュレーターが読むところをちゃんと見せてくれるとか、あるいは実際にデータベースをメンテナンスしている人に、関係のあるところを見せてくれればいいので、ある程度の精度が出れば使い物になるっていうふうに、我々としては考えてます。でこれはそれ以外にもテキストっていうのは、いろんな情報を持ってるんですね。なんか見つけたとか検査したとか、そういうことが知られてるとか、多分そうなんじゃないかとか、なんか同じことを言ってるんだけど、いろんな確信度の違いみたいなものがまた論文中に書かれてるわけですね。でそれもやはりこうレーティングに使えて、論文で発見したという論文はやっぱり一番大事ですから、それが一番上の方で、バイオロジストがすぐ見られるようにそれを出してあげるとか、そういう、出来事以外の情報でテキストにどういう情報があるかっていうのを今また抜き出そうとしています。で実際ネガティブな情報も普通我々は否定で出てくると思ってるんですけど、否定だけじゃなくてフェイルだとか、なんかレスライクリーだとか、そういう表現でいっぱい出てきますから、そういうのをうまく取ってあげて、データベースを自動的に、半自動的にいろんなものを取ってくるっていうのをやってます。でそのあたりが、かなりできてきたので、もうそろそろ次の一歩として、実際にいろんな方々と、バイオロジーをやってる人たちともう少し、共同研究をしたいというので、来年度にそういう、協議っていうんですか、シェアドタスクっていうあるタスクを設定して、世界中のグループが、その問題を解くっていう、協議を今開催しているところです。
で、これは、がん研究に非常に役に立つだろうと思われるような、エピジェネティックな出来事を、15ほど選んで、それがテキスト中から本当にうまく出せるかっていう、アメリカだとジョージタウンのグループが、データベースを作ってますけど、それを、自動的にどこまで出せるかっていうのが一つの課題になってます。それからもう一つは、バージニアテックのグループとやってるんですけど、これは、インフェクシャスディジーズの、研究をやってるグループと共同でやってまして、これはフルペーパーから、彼らの研究に関係しているようなバイオロジカルなプロセスが、どこまで自動的に出せるかっていうようなことをやっています。そういう研究をやってきてるんですけど、今後の課題というのは実はいっぱいあります。だから我々としては、言語っていうのはなんかこう世の中にあるデータベースがバラバラにあるんですけど、それをつなぐノリとしての役割っていうんですか、だからデータベースが個別に存在してるんだけど、それをこううまくつなげてあげたいとか、あるいは論文を読んでるときに関係するようなデータベースにこうすぐに飛んでいけるような、論文から直接そういうデータベースにリンクを取りたいとか、あるいはデータベースから関係している論文をのでしかも、論文のリストが出るのではなくて、ここの部分が関係しているっていうのを、出してあげたいという形で、10年間ぐらいはやることがまだいっぱいあるんじゃないかっていうふうに考えてます。で、実際にどういう問題かというと、論文の個々に書かれている一つの文の中に出てくる用語っていうのは比較的簡単に取れるんですけど、バイオロジカルなプロセスだとか GO タウンのいわゆるバイオロジカルなプロセスって言ってるようなやつを出してこようと思うと、実はパラグラフで書かれているようなことも、アイデンティファイしてあげないとダメっていう感じのことが起こってきます。そういうのを、今後どうやっていくかっていうのが我々の研究としての課題にはなっています。これざっともう駆け足で言いましたけど、東大の方のグループとしては、こういう人たち、それから、これナクテムっていうのはナショナルセンターフォーテックスマイニングっていう、マンチェスターの組織なんですけど、マンチェスターのグループが、こういうトゥール群をかなり作ってきていて、それを統合するっていうのを今やってることになります。以上です。ありがとうございます。